はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学 2D の和の記号シグマ ② をお送りします。で、これでね、和の記号シグマが始まって2本目ですね。で、前回はもうポイントがっつりでね、シグマの使い方とか、まあ、公式をね覚えてもらったんですが、で、ここからそれを使って問題をちょっとやっていきます。で、今回4問です。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？ほんじゃ、タイムリーに見てる方しかわからないネタなんですけど、これがですね、ホワイトボード2代目ですのデビューの動画なんですけど、まあね、2代目と一緒にやっていきますんで、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、行きましょう。これ本当にね、1年後とかで見てくれてる子なんかはね、何言ってんだろうって思うと思うんですけど、実はずっとね、3年半使ってきたホワイトボードが壊れてしまって、まあ、そのホワイトボードの動画も撮ったんですけど、そう、で、まあこれが買い直した2代目のデビューですね。では、行きましょう。で、前回ポイントのとこでは、まあシグマ、まあ K が1から N まで、今回もちょっと全部合わせてありますけど、1から N までの K だったり、K の2乗、まあ K の3、まあ、ごめん、K の3乗とかね、R の K 乗とか、いろいろやりましたけど、今回 4K プラス3が入ってます。で、1個目はちょっと丁寧に解きます。どういう風に考えるかっていうと、イメージはシグマを 4K とプラス3に配ります。両方配っていいんです。で、どうなるかっていうと、これね、ちょっとね、ここね、こうなって、で、普通に書くのも一応書くか、これ 4K でしょ。で、プラス1N のこう3となります。まあ 4K 括弧いらなかった時にね、まあ、こうやって分かれることができると。で、この後どうするかっていうと、 4K の4って前に出すことができます。なので、ここをね、 K だけが残って、ちょっと消そうか、ここに4が出てくる。こういう風に変更できれば、変形できるんだよね。で、こうすると、ここにシグマの K が出てくるでしょ。これ前回やった公式をそのまま使えばいいから、つまりこの部分って、まあ、4はそのままいるんですけど、シグマが K っていうのは、2分の 1N、カッコ N プラス1だったでしょ。まあ、もちろんね、上が N マイナス1とかになったら変わるんですけど、この部分は。ひとまず前回やったものをそのまま使える形にはしてあるので。で、後ろです。シグマの中に数字、まあ、定数3だけがあったときどうなるかっていうと、それに N がくっつくと。3N。確か前回の動画では3やったかな？合わせ同じだったね。3N か。まあ、こうなると。で、あとはもうシグマいなくなったんで、あとはもうこれ計算して終了となります。で、やっていくと、まあ、ここ約分してね、2になるから 2N になるんで、まあ、配っちゃいましょう。2N をカッコに配れば、2N2 乗プラス 2N。で、3N が残ってて、こうなると。まだ入りそうだね。で、まとめると、2N2 乗プラス 5N。こうなります。まあ、N をくくり出せって先生に言われたらやってもらったらいいかなって感じ。N かっこ 2N プラス5とはなりますけど、まあ、自分はこれでいいかなとは思いますけどね。では、こんな感じです。大事なことは、シグマ配れるんだねっていうところがすごく大事。だから、ここもね、シグマをマイナス 3K2 乗に配れるし、2K に配れるし、4に配れる。3つに配る、シグマを。で、さっきみたいに、4がいたら、シグマの前に出てくるのね。で、ここちょっと、上みたいな丁寧に書かないですけど、どうなるか。まず、マイナス 3K2 乗に関しては、マイナス3が出てくるでしょ。だから、こいつはいると。で、シグマの K の2乗が出てくるわけだよ。まあ、マイナス3が前に出てくるからさ、この4みたいにね。だから、シグマの K の2乗は前回、これも公式でやったように、6分の 1N、カッコ、N プラス1、2N プラス1になります。で、これでこの部分終了。じゃあ次 2K 行こうぜってことで、プラス2がまず出てくる。で、シグマの K が出てくるから、まあ上と同じだね。シグマの K は、2分の1。めっちゃ言えるな。N カッコ、N プラス1と。こうなります。で、最後4なので、これはプラス4に N をくっつけて、4N と。で、ちょっと大変なんですけどね、こっから計算していきます。で、どうやるかっていうと、
まずですね、まあこれ自分に約分できるとこしちゃうんですけど、2と1で、ここまでちょっとあえてしないでおきます。してもいいんだけどね。で、分数、これ今ここの塊とここの塊と、まあ、この塊っていうかこの3つで出来上がってる。で、くくり出したいの、ガッて。で、まず N は全部に入ってるじゃんか、だから N は出せます。で、分数が残ってる時は分数を出してしまった方がいいです。で、今2分の1と2分の1、まあ、両方2分の1なんでね、2分の1を出してしまう。そうすると、まあ、2分の 1N を出す形になるんですが、先頭はね、マイナスの時はマイナスを出しちゃった方が楽です、個人的な意見これは。だから今、まあ、マイナスがここのね先頭にいるので、マイナス2分の 1N をくくり出してください。いい。で、全部こっからもこっからもこっからもマイナス2分の 1N を全部取り出すと。で、ここに関してはマイナス2分の 1N が、ちょっと色変えようか、赤の方が見やすいかな。ここの約分してね、ごちゃごちゃしちゃったけど、ここにマイナス2分の 1N がいるから、それを出したと。つまり残ったのはこいつらなので、まあそれ展開しちゃいましょう、残ったのはね。で、これ展開すると、2N2 乗で、プラス 3N プラス1か。で、これで終了。で、次は、この部分からマイナス2分の 1N を取り出すと、まあ2分の 1N は、ここから取り出せるんで、あとマイナスを出しちゃったからここの符号が変わります。マイナスが出しちゃったからね。つまりここがマイナスに変わるので、残ったのがマイナス2カッコ N プラス1です。だからマイナスに配ってあげて、カッコの方にね。そうするとマイナス 2N マイナス2となります。で、地味に苦手なのが、苦手な子が多いのがここだね。で、これ N を取り出すから、まず N がいなくなるのは多分ピンとくるんだよ、取り出してるからね。で、マイナス2分の1を取り出すとどうなるか。これはですね、マイナス2分の1取り出してるんで、マイナス2をかけるっていう風に考えると個人的にはやりやすいかなと思います。で、結論としてはマイナス8になるの、最後このプラス4のところで。もし、ちょっとよくわかんないなって思うとき、まあ自分、今の自分でもよく使う方法なんですけど、結局、これね、ちょっと閉じちゃおうか。これを配ったら、もう一回この上に戻らなきゃいけないじゃんか。くくり出しっていうのは戻らなきゃいけないから。で、今、このマイナス8のところがここと対応してるわけでしょ？ってことはさ、マイナス2分の 1N を配って、プラス 4N に戻るにはどうすればいいから、まあ N はね、もう取り出すって分かってれば、数字だけ考えた時にマイナス2分の1に何をかけたらプラス4になるって考えれば、マイナス2分の1とマイナス8掛け算したら約分して4になるでしょ。あ、じゃあマイナス8かみたいな方がやりやすいかもしんないです。まあ、自分が教えてきた生徒はこっちの方がしっくりきてる子の方が多かったですけど。で、長くなりましたが、括弧の中あとね、まとめて終了となりますので、まあ、忘れずにね、マイナス2分の 1N 出してるから、これ書いて、カッコ、2N2 乗で、ここが、プラス N。で、マイナス9か。よいしょ。こんな感じで終了となります。ちょっとね、まあ慣れるまではめんどくせえなって感じもするんですけど、計算をね、地道にやれば絶対解けるとこなので、ここは。で、次、これですね。シグマの中が 4×5 の K-1 乗です。で、これは配るもなくって、まあこれ1個の塊だからね、こいつしかいないから、つまり、まず4を出します、前に。そうすると、4、シグマ、K イコール1から N の、5の K-1 乗とこうなる。で、あとは上と同じように考えて、4はそのまんまだと。で、5の K-1 乗、これ前回の多分一番右下かな、ポイントの時だよね、 K-1 乗ね。で、その時はまあ5が R の部分なので 1-R でもいいし、 R-1 でもどっちでもいいですけれど、5って分かってるから5を引く1の方が4になるんだよね。1引く5でやるとマイナス出てきちゃうんで、まあもちろんね、俺は 1-R ですっていう方はそれでも構わないですけど、まあ自分は楽な方を取りたいんで、
こっちでいきます。 R-1 こっちの方ね。で、K 乗と K プラス1、あ、K-1 乗ってちょっとめんどくさいですけど、マイナス1乗の方は R の N 乗マイナス1になります。これは前回の公式を見てください。で、分母が4になるので、こう綺麗にね、消えてくれると。だから残ったのは5の N 乗マイナス1となって、これで終了と。よいしょ。で、ラストですね。で、ラストはですね、カッコ K プラス1カッコ 4K マイナス3となってます。で、これに関しては1回展開します。ちょっとめんどくさいですけどね。で、展開すればここが 4K2 乗でしょ。で、プラス K かマイナス3と、こうなるので、あとはここと同じです。もう全く同じね、やり方を計算していけば終了という形になります。よし、じゃあいくか。まずね、4がいるから4書いて、で、シグマ K の2乗なので、公式6分の 1N カッコ N プラス1 2N プラス1と。で、次プラス K なんで、まあ前に出すものないから、そのまま2分の 1N N プラス1と。で、ラストマイナス3、まあ、定数なので、それに N をくっつけようぜと、こうなります。さあ、取り出すよっていうことだね。で、ここですね、まあ約分先にしてもいいんですけど、結局同じになっちゃうんだよね。そう、まあ約分するって言ったから先するか。あ、結局結論的に同じになりますけどね。まあやっちゃいましょう。まあこうなったと。で、 N はここにもここにもここにもあるんで、必ず取り出します。前にくくり出すんですけど、で、分母を消したいのね。さっきは2分の1で揃ったから、まあ2分の1出せばいいだろうって思うんですけど、今回3分の1、下が分母が3ね。で、分母が2なんですよ。で、3と2を両方打ち消すためにはって考えた時には、6分の1を出してください。これは3と2の最小公倍数ね。6分の1を取り出すと。で、今回ここにマイナスがないので、そのまんま、これ下、1行入るかな？ギリかな？ちょっと見にくかったらごめんよ。だってこれ入ってるか。あ、ギリだね。で、まあ、6分の1と N を取り出します。ちょっとね、上に上がってもらおう。で、カッコ、まずこっからです。6分の 1N を取り出すと、あのね、なんで約分しなくてよかったかっていうと、これ3分の2から6分の1って取り出すって考えるよりも、6分の1取り出すって分かってるんだったら、戻してあげて6分の1、ここ取り出すからさ、残ったのが4カッコ5N プラス1、2N プラス1って、ちょっと分かりやすいんだよね、本当はね。で、この部分は、ここ展開します、まず。展開すると、2N2 乗の、プラス 3N、プラス1になる。で、それに4を配る形になるから、8N2 乗プラス 12N プラス4になります。ギリギリね、OK。で、ここから6分の 1N を取り出すと、まあ、ここの N はね、取り出す分かりやすいんですけど、6分の1を取り出す、まあ、戻したらこれになるじゃんって考えてもいいし、6分の1だったらその逆数の6をかけるって考えるとやりやすいかなと思います。で、こうなって3ね。で、3とこいつが残ってるんで、3を配ってあげると、プラス 3N、プラス3か。ってなる。で、まあ、さっきみたいに考えたいんだったら、6分の1を配って2分の1に戻したいんだよね。だから6分の1に3をかければ2分の1に戻るなって考えれば3って残せる。まあ、こうやって考えてもいいんですけど。で、ラスト、こっから N をね、取り出してるから N が消えると。でもこっちはさ、それに考えるか。6分の1を配った時にマイナス3に戻るためにはどうすればいいかって考えると、これマイナス18になります。6分の1、これに配れば約分して3になるからね、まあ、マイナス3になるからね。で、閉じて、あとはまとめると、6分の 1N カッコでかいな、 8N2 乗で、15N からの7でマイナス11か、
これで OK かな。ちょっと待ってね、入った。あ、OKOK、OK OK、よいしょ。ちょっとね、新しいホワイトボードね、手が滑らなくてね、書きにくいんですけど、まだという感じでやってもらえたらと思います。なので前回のね、公式祭りというかポイント祭りの時もちょっと話をしましたけど、シグマに関しては前回やったあのポイントの中の部分を覚えてないとこの辺は全く手が出ないんです。全部これ変えらんないから、この辺がね変えらんないんで、ひとまず前回のね、もしちょっと不安な方がいれば確認してもらって覚えると、でそっからこういう風に解いていくんだっていう風にやってもらえたらと思います。では今回は高校数学数 B の和の記号シグマ丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸3はですね、また問題演習で3問かな、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。